下五霊神社は、京都市中京区下前町にある神社。旧社格は、府社。社名は、上、五霊神社に呼応するものである。桓武天皇の時代、各地で薬病が流行した。これは五霊のたたりであるとして、上岸5年5月20日、平安京の上泉園で五霊会が催された。この五霊会が当社及び上、五霊神社の創始であるとしている。古来より、 京都御所のうぶすながみとして数形された。元は、あたこ出雲里の出雲寺にある下出雲寺、御礼堂に祀られていた。北には上出雲寺御礼堂と呼ばれていた上、御礼神社があった。後に、新町出水に移され、その後、天正十八年に、豊臣秀吉の都市整備に伴い現在地である、西恩寺実のの別荘、時わ井殿があった地に遷座した。年間には、 霊元天皇の霊を廃止している。現社殿は、天明八年の天明の大化で、旧社殿が消失した後、仮皇居の内首書仮殿を、完成三年に移献したものである。明治時代になると不舎に列せられている。なお、式内社研究家の島津義は、縁起式神明朝に記載される出雲お神社を、当社に否定している。祭神は、以下の矢柱で、八書五両と称される。 これらの初心はいずれも清掃に巻き込まれて噴死した人々でその怨霊を慰めるために創建されたのが当社である。愛殿に天中柱すめ神として霊元天皇が祀られているが、これは当時の官主である出雲寺信直、名直本府氏が天皇と信仰があったことによると考えられている。明治までは御子氏迎えが7月18日に、 お玉祭りは8月18日に行われていたが、明治以降は5月1日が新校祭、18日が観光祭と改められ、8月18日は例祭日と定められて、ドンズーが武装される。現在では観光祭は5月の第3か第4日曜日に行われており、宵い宮では地域の小学校と連携した子供みこしも催されている。ありがとうございます。